それは話すと長くなるんだが、俺にも似たようなことがあったんだ。子供の頃に寄宿してた家で経験したことでな。俺は孤児だった。引き取ってくれたのはそりゃもう優しい夫婦だ。俺にはたくさんの兄弟姉妹がいて、みんな仲が良かった。父と母は子供が成長するとより良い条件の家庭に預けて、また新しい孤児を養子にする。本当に非の打ちどころがない親だった。そう俺はずっと思っていた。思っていた？後になって気づいたんだ。俺ら全員親に飼われてる家畜だってことをな。俺らを育ててたのは市場で売るためだったのさ。売れた子はいなくなる。どんな目に遭うのかは誰にもわからない。そして売れ残った子は処分される。知ってるか？俺はかつて自分がとんでもなく幸せな奴だと思ってた。俺の親友、兄弟姉妹、みんな俺と同じように思ってた。真実に触れたのは俺が初めてじゃない。俺より前にこの真実に触れた子たちは例外なく処分された。あいつらの結末と親が見せる微笑みが重なり、何とも皮肉な光景を見せた。ああ、あいつらは幻想を作り出し、嘘で私欲を満たした。残忍な手段も厭わずにな。その行為が人を完全に破壊してしまうなんて思ってもみなかったんだろう。あるいは全く気にしてなかったか。だが俺はそれが勘に触った。だから最終的に俺はあいつらの息の根を止め、全ての子供を解放したんだ。まあそれで有罪判決が下され、メロピデ要塞に来ることになったんだが、そんな、あまりに過激すぎる手段だった。当時俺はまだ10代。誰よりも信頼してた人に裏切られたんだ。もっといい解決策を信じようともしなかった。疑いと行き場のない怒りに突き動かされて、当然の結末を迎えたってわけさ。いい、感想なんて聞こうと思っちゃいない。他人がどう思おうと、俺は俺らしくこうして生きてきたんだからな。だが少なくとも今俺が手に入れた居場所で同じ悲劇を繰り返させるわけにはいかない。